皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習中3数学、今回は二次方程式をカッコ x プラス b カッコの2乗イコール q の形にして解く、この方法について説明します。例の丸1番見てください。 x2 乗足す 6x 足す2は0、この式まず2を移項します。x2 乗足す 6x イコールマイナス2、こうなりますよね。そしてその次に左辺を x プラス b カッコの2乗の形にするために、両辺に q を加えます。 x2 乗足す 6x 足す9イコールマイナス2足す9、こうなります。この9どこから出てきたかというと、こちらを見てください。 x2 乗足す 2ax 足す a の2乗、これは因数分解するとカッコ x 足す a カッコの2乗、こうなりましたよね。ここの 2a の部分が6になっているんですね。でこの6というのは因数分解した時のここの数の2倍なんですね。ですからここに入る数は6÷2、つまり3になるということです。そしてこの a の2乗の部分、ここに入った3を2乗したものです。ですから3を2乗した9がここに来れば、こちら側左辺因数分解できるということになります。因数分解するとカッコ x プラス3カッコの2乗イコール7となりますね。2乗して7になる数はプラスマイナスルート7です。そして最後に3を移項して x イコールマイナス3プラスマイナスルート7、これが1の方程式の解です。2も同じように考えてやってみましょう。 x2 乗引く 4x は5ですね。4の半分は2です。2の2乗を両辺に加えると x2 乗引く 4x 足す4イコール5足す4、こうなりますね。でこれは因数分解すると x-2 カッコの2乗イコール9となって、2乗して9になる数はプラスマイナス3ですから x-2 イコールプラスマイナス3になります。そしてこの -2を移項すると x は2プラスマイナス3ですね。これは答えじゃないんでしたね。これは2つの解を1つにまとめて書いてあるので、2つに分けて x イコール2足す3 x イコール5が1つ目の解、もう1つは x イコール2引く3 x イコールマイナス1が2つ目の解ですから、 x の解は x イコール5とマイナス1と、このように求めることができます。よろしいでしょうか。今回は x プラス b カッコの2乗イコール q という形にして二次方程式を解く方法を説明しました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。